磨かれた表現力で BLT グラフ登場。女優の大久保桜子が26日発売の BLT グラフボル94巻末グラビアに登場する。大久保は2017年放送の宇宙戦隊キュウレンジャーハニーカメレオングリーン役で連続テレビドラマデビュー。最近では恋愛リアリティ番組オオカミちゃんには騙されないのほか、放送中のドラマ〇〇ちゃんにも出演している。同号では7月に25歳を迎えた注目の女優大久保がランジェリーやワンピース姿をお届け。夕暮れの海岸で見せる迫力バストが印象的な衣装など、より一層表現力に磨きがかかったグラビア注目だ。表紙と関東グラビアには桜坂46の守屋麗奈が登場。発売に先駆け解禁となった表紙は、秋の訪れを感じる日差しの中、温かみのある表情でこちらを見つめる守屋が印象的なカットを起用。紙面でもノースリーブのトップスで動き回る姿やラフな T シャツコーデ、美しさが際立つワンピースをまとったショットなど、守屋の魅力が余すところなく切り取られている。インタビューでは、もっと桜坂を進化させていきたいと語るなど、自身がセンターを務めたフィクスシングル「桜月」の活動やサードと2023などを振り返り、また10月18日にリリースされるセブンスシングル「承認欲求」、1期生の羽生瑞穂の卒業も控える11月25日開催のサードイヤーアナバーサリーリブへの思いも明かしている。また、桜坂46の3期生連続グラビア企画、Begin to Bloom には、谷口愛希が登場。夏の終わりをテーマに取り下ろした、どこか切ない雰囲気を感じるショットに注目だ。他にも、STU48 の高尾さやか、乃木坂46公式ライバルグループ僕が見たかった青空の塩釜さいなが登場し、グラビアを披露している。同号をセブンネットショッピングで購入すると、大久保、高尾、塩釜、ローソンエンタテインメントでは守屋と谷口の選べるポストカードの特典も。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。